ってきました。実はですね、ミカちゃんがね、明日帰ってしまうので、ちょっとだけね、ちょっとだけ、ミカちゃんだよ、ミカちゃんここで違いない最後の最後だね。どうですか、心境は。明日帰る、はい、俺も言うてね、来週の今日で帰るか、実感持たない、持たないね。俺もその、いろいろ回ったし、ミカちゃんもケアンズ一度にメルボルン行ったけど、ブリスベンがいい。住むなら、住むならブリスベンですね。だからブリスベンは家賃に比べて給料が高いとか、ホスパーズですかね。半年いたけど何してたの？学校、学校遊ぶ、遊ぶ、遊ぶ、遊ぶ。それに限るわ、やっぱり。キョウちゃんブリスベンしかいない。違う、逆に高いな。もし自分だったらどこにこれから行って何をしたいと思いますか？オーストラリアワーホリこれから始めるってなったら、パースとか行ってみたいです。パースに初めから行く。そう、もう初めから行って、うん、ちょっと経験して、でブリスベン行って、あ、でもブリスベンもういいかな。あ、やばいやばいやばい、これかみたいな。俺もでも、どっちかというと西にもうちょっと時間を使いたかった、使いたかったの。その話を聞いて、うん、そうね。でも逆に西に過ぎると東の情報があんまりちょっと良くないから、ああ西の人は東って言うんですよ、みんな。あ、そうなんですね。敬遠して東の情報あんまり良くない。大阪みたいな。そうそうそうファームを例えば西でちょっとやって、まあ、ファームでもセカンド取るのに5ヶ月ぐらいいるんですよ多分。まあラウンドなりなんなりしながら東に進んでいくっていう方法を、まあ、旅人の俺だったらするかな。なんでファームがいいのかっていうと、友達ができるし、オーストラリアに長くいる人もいるので、こう情報をもらって、みんなが散らばったところでみんなに会いに行くこともできるし、そこの人がインスタを載せたりするので、そこの情報を得たりする。あ、まあ、それは語学学校でも同じかもね。そうですね、終わってみんなパッて行く、ね、だから語学学校ファームにまず行くっていうのは結構、うん、その英語を喋れる喋れないに関わらず、うん、しといた方がいいかなって思いました。西野さんはじゃあこれからゲスなんですけど、なんか豊富な。ゲスの極み。ささらい坊主。チャンネル登録。よろしく。